女のいる部屋。僕の部屋に女がいる。ただし、その姿は見えない。触れることもできない。声も足音も聞こえない。なぜなら、部屋には僕しかいない。なのに女がいる。壁の鏡を覗いてみる。そこに僕の姿はない。見知らぬ女が僕を見つめ返すばかり。